どうも皆さん、ジャシンと申します。はい、今回なんですけども、ちょっとね、ツイッターの方、バーっとこう見てたらですね、とんでもないバグが見つかってしまったので、はい、そちらの方早速ね、ご紹介していこうかなと思います。気になる方はね、下の概要欄にツイッターのリンクをね、貼っておくんで、そちらの方もよければご覧くださいということで、今回のバグでね、できることが、以前ね、いろいろこう、孵化世界を使って、耐久色とか、武器増殖とかね、紹介したんですけども、あれをね、どこでもできちゃうよっていう どこでも、耐久色、武器増殖できちゃうよっていうバグになります。はい。今まではね、メテオロットを持ったボコブリンでね、いろいろこう、試行錯誤してたんですけども、あの作業はもう一切いりません。はい。もうあれすら、煩わしいと思うレベルの、もう、お手軽さなので、皆さんもね、ゼルダの世界をぶっ壊すってことで、早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあ早速ね、やっていきたいなと思います。用意するものは、この連射弓。何でもいいんですけども、大鷲とか、獣神とかの守人とか何でもいいんですけども、この連射弓をね、大体5本ぐらい、用意しましょう。で、あと、この電気の矢。これを装備して、で、弓をね、こう構えますと。はい。で、この状態で、プラスボタンを押して、で、これをね、捨てましょう。で、捨てて、違う連射弓をこう装備しますと。装備して、で、B ボタンを押すんですけども、その後すぐね、こうやって、また戻って、で、またこの捨てるっていう作業、これをね、また繰り返すと。はい。で、これ2個目ですね。で、これ3個目。で、4個目。はい、5個目。これでね このリンクの頭をご覧ください。こんな感じで、はい、はげてしまいました。はい。じゃあ皆さん、お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。です。終わらないよね。ちょっとこれからね、耐久色がちゃんとできるかどうかっていうのをね、確かめなきゃいけないんで、じゃあ、今この、配電を立ってね、つけてるんですけども、じゃあこの鍋の蓋に、耐久色しましょうか。こうやってね、はい、こんな感じで、ガシャンっていう音が出なかったら成功なんで。で、ここで、こうやってね、ただサービスすると。これで、耐久色が、はい、できました。で、今のままだと、確かめられないんで、その解除したいっていう時は、こうやってね、弓を回収すると、はい、こんな感じで元通りになるんで、じゃあ、この盾をね、ちょっとちゃんと耐久色できてるか、ちょっと確かめていきましょう。爆弾でね、普段はね、鍋の蓋一発食らったら壊れちゃうんですけども、見ましょう。はい、こんな感じで、しっかりと、耐久色できてますと。はい。じゃあ今度はね、先ほど耐久色したこれを、じゃあ増殖していきましょう。はい。で、増殖の手順は、まず、こう雷電の武器とか、鉄製の武器を使って、こう、電源化をね、していきましょう。はい。こうやって、はい、これで大丈夫です。で、これをやった後に、またさっきと同じような手順をやるだけですね。弓を、捨てる、で、装備、捨てる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 、装備、はげる、リンクって感じで はい、これでできましたと。じゃあ、この状態で、武器増殖するんですけども、またね、さっきと同じように、こうやって、他の武器に切り替えて、はい、このガシャンって音が出なかったら成功ですね。で、盾をかめた状態で突っ込みましょう。はい、鍋の蓋落とした。はい、増殖できてる。やったー。で、この増殖した盾を、装備した盾を、あれですね、また耐久値試すために、こう、開始すると。これで、また戻りますと。じゃあ、試していきましょうか。はい、こんな感じでね、武器増殖も手軽にできちゃうと。はい、そんな感じでございます。先ほどね、獣神の弓でやったんですけども、今度は大鷲の弓でもできるかっていうのをちょっと検証していこうかなと思います。はい。まずはここで弓を持って、電気の矢を装備しますと。で、また先ほどと同じように、捨てると装備を繰り返すと。大鷲の弓をね、何本持ってるっていうこと自体が、おかしなね、現象ではあるんですけども、そこはね、目をつむっていきましょう。で、はい、できました。
こんな感じで、またリンクがね、ハゲてくれましたと。まあ、5本か6本ぐらいね、連射網を持ってれば、まあ、手軽にね、こうやって孵化世界を作って、増殖とか、耐久食ができるので、はい。皆さんもね、よければ、こちらのバグ、お試しください。と、まあね、こんな感じのバグだったんですけども、このバグの出現によって、まあ、過去の武器増殖だったり、耐久食の方法っていうのは、まあ、ほぼほぼ、まあ、闇に葬られたんじゃないかなと、はい。まあ、思いますね。まあ、武器増殖に関しては、まあ、それぞれね、いいとこがあったりするんですけども、まあ、耐久食に関しては、もう絶対これの方が一番、こう、効率がいいというか、はい。まあ、そんな感じで皆さん、お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。それじゃ、バイバイ。